皆さんどうもこんにちは。人って貴重性のあるものとか限定品が好きな人はナルシストの傾向があるらしいです。そんなこんなで今回ご紹介するのはゲーム史上最も入手困難なアイテム。なんとなく今パッと思いつくのはモンハンの逆鱗系の人、挙手してください。そんなもの比べ物にならないほど入手が低確率のアイテムをご紹介していきたいと思います。では行こう。アンリミテッドサガ下道の書。下道の書とはアンリミテッドサガで術を覚えるために使用される魔導版の一つ。ロケートある術のうち近所を覚える魔導版の最上位レベル4であり、術をコンプリートするには必要な上、近所は合成術を作る際に有用なため求める人は多いのですが、様々な条件があり入手は極めて困難で、レアモンスターレインボーグッキを倒すことだけが入手可能である上に、レインボーグッキは2周目以降でなければ現れず、レインボーグッキは主人公から逃げる動きをするため倒すことすら困難。またレインボーグッキはラスボスに次ぐほどの強力な敵であり、戦力が整っていない序盤から中盤では倒すのは難しく、レインボーグッキを倒したところで魔法版をドロップする確率は1割程度。また魔法版を入手したところで9割方が最低レベルのものであり、上位のものほど確率が下がるという、もはや入手させる気などないとさえ思えるアイテムです。マザー2王者の剣。王者の剣はマザー2の3人目の友達であるプーが唯一使える武器。入手方法は限られており、スーパースターマンという敵が一定確率でドロップするのみという仕様です。入手確率だけを見ればドラクエ5でキラーマシンやハグレメタルなどのモンスターが仲間になるより倍の当たりやすさではありますが、物語中盤も終わりに近いところで挑むことになるダンジョンストームヘンジの後半のみに出現するため入手が困難となっております。入手方法は他の王者シリーズと同様にどこかのエリアのプレゼント箱から拾うかと思いきや、王者の剣だけはストーンヘンジの基地に出現するスーパースターマンという敵がドロップするアイテムです。スーパースターマンはストーンヘンジの基地のボスであるデラックススターマンを倒すと物語で二度と出現しなくなるため、ストーンヘンジの基地の物語を終わらせてしまうと二度と入手できなくなるため、初見プレイヤーならまず入手不可能と言っていいでしょう。入手のためにはスーパースターマンを倒す作業を繰り返せばいいのですが、ここで一つの問題が発生。それはスーパースターマンを倒して獲得する経験値によるレベルアップ。とにかく入手確率が低いため、手に入った頃には適正レベルを大きく上回ってしまう場合が多く、運悪くカンストまでレベルが上がりきってしまうと後半の強化イベントでステータスが強化できないという事態さえ起こってしまいます。この問題を解決してくれるのが天才少年ジェフ。彼の専用コマンドチェックは相手の能力を調べるだけではなく、その戦闘後にアイテムが入手できる場合、チェックを行った時点で手に入れることができるという隠れた特性があります。この特性を利用し王者の剣をドロップしない戦闘からは逃げてしまえば、経験値を稼ぎすぎることもなく入手前と変わらないレベルでシナリオを進めることが可能です。まあカンストしてボス戦って楽しくないですからね。クッパ挑む時にムッキムキで拳銃持ってるマリオ来たらクッパもつまんねえってなるからね。例えが下手くそすぎか。ファンタシースターオンラインアギト。アギトとはファンタシースターオンラインに登場する武器であり、ファンタシースターオンラインに登場する刀の中でもアギト、サンゲ、ヤシャ、カムイ、伝説の4刀と呼ばれています。それぞれが四天と呼ばれる歴史的な4人の匠の手によって作られたもので、製造にフォトを用いていないにもかかわらず強力な攻撃力を誇る武器です。そしてこのアギト、覚醒前の眠れる姿であるアギトのレアリティは尋常ではなく、など PSO の一部 ID においては 0.00002% というほぼ入手不可能というドロップ率が設定されているキングオブレア。もうレアとかではなく入手することがもはやバグレベル。その後発売されたファンタシースターオンライン GC では現実的な確率へと再調整されたものの、なおも三人機と肩を並べるレアリティを誇ります。100万回に1回のレベルでドロップするアギト、いくらなんでも開発者のいたずらにしか思えない。ファンタシースターオンラインガルドとミラ。ガルドとミラという個別の単銃を合わせた操縦、初代ファンタシースターオンラインでは天文学的確率でドロップする仕様となっています。ガルドとミラとジョイントパーツが揃って初めてガルドミラになるという、持っていたらチート扱い不可避な武器で、さらに効果として HP 吸収エレメントを備えたマシンガン系の武器です。しかも射程がハンドガン並みの射程のマシンガン武器で、しかも HP 吸収効果を持つため1000近い HP を約2秒で回収し、そのままダメージを与えることが可能なため、まさにぶっ壊れ武器として有名です。
青の剣。青の剣の正規の入手方法がまさに強靭仕様であり、その代表格としてこのような名前が付けられました。その方法手段とは、まずレベル5のお宝の地図というアイテムを手に入れる必要があります。そして画面上には表示されない戦闘ポイントという数値を2304ぴったりにします。一度でも戦闘に終了するともう戦闘ポイントはループし、ランダムの値になってしまいます。2304ポイントの状態で一定以上の強さの敵を倒してレベル5地図を入手します。お宝の地図は敵がアイテムを落とさなかった時に 1% の確率で落とします。地図がレベル5である確率は 10%、 さらにそれが強靭の剣の入手可能である確率が 30%。このように単純計算での当たり地図 0.7 から 0.8×0.01×0.1×0.3×100 イコール0.0021から 0.024、 本当イカれちまってる確率。そしてその後発掘します。強靭の剣の出る確率はそこから2430分の1から675分の1となっています。あらゆる低確率を上乗せしてしまった結果、ドロップする青の剣、まるでとりあえず甘いもの乗せとけみたいなパフェみたい。ピンクの尻尾。ピンクの尻尾はファイナルファンタジー4に登場するプリンプリンセスというモンスターが稀に落とすアイテム。月の地下渓谷の特定の部屋でアラームを使うと出現するプリンプリンセス。宝を落とす確率、宝の中でピンクの尻尾が選ばれる確率を考慮すると、だいたい 0.01% の確率で落とすこととなります。用意するアイテムはアラームと赤い牙。アラームは本編クリア後に登場する隠しダンジョン月の遺跡でサーチャーから盗み、赤い牙はラストダンジョンの月の地下渓谷でスカルドラゴンやサウルスゾンビーから盗み。入手の流れとしては、アラームでプリンプリンセスを出現させ赤い牙連発で倒すというスタンダードな戦法で挑み、アラームをある程度使ってピンクの尻尾を落とさなかったらソフトをリセット、またアラームをある程度使ってという風に繰り返しますが、手に入らない時は本当に手に入らない上、リセットするのがすごく面倒なので実質プレイする時間が膨大になってしまいます。正幸の地図。こちらもともとはドラゴンクエスト9のすれ違い通信を通じて広まった1プレイヤーである発見者正幸の宝の地図。特定階層でメタルキングのシンボルしかいないという夢のような世界が広がるため、あっという間に冒険者に広まり一大ムーブメントとなりました。この名前はあくまでも俗称であり、正式な地図名は見えざる魔人の地図レベル87。発見された当時はあまりの性能の良さから不正な改造ツールによる産物ではないかという声も上がっていましたが、その当時はまだそこまで解析が進んでいなかった点、そもそも改造ツールを使うならもっと楽にレベル上げをする方法がいくらでもあるという点から、その線は否定されることになり、本作のディレクターによるとデバッグ段階で似たような地図が発見されていたものの、発生率は何十万分の1という確率であるため放置したところ想定以上の現象が出たとのこと。最初からリクエストしない繁華街での不特定多数の人間とすれ違い通信をした場合、かなりの確率でもらえたことは多く、メタキンオンリー地図を持っていない状態では非常にありがたいアイテムでありました。つまりこれはすれ違い通信でしか入手できないアイテムというわけ。まあ外に出ないニートにとってはキングオブレアやな。ということでいかがだったでしょうか。貴重性を知らずにたまたま入手したアイテムとかってオンラインゲームとかなら安値で売っちゃいそうですよね。昔私キャベツアラド戦記というオンラインゲームをやっていたんですけれど、レアなアバターを一桁間違えて売っちゃってしまった時はもうね、発狂しましたね。皆さんも身の回りにあるもので実はめちゃくちゃレアなものがあるかもしれません。安易に売らないようにしてください。じゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターインスタグラムもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。よお前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あとツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしてますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なのでコメント欄でネタをください。まあとりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あとチャンネル登録をした後なんか通知マークをオンにしてくれたら、俺が投稿するとき君たちに通知が行くので、ぜひ
そこも通常オンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。